どんなショップなんだろう。カードキャピタル。何これ。どういうこと。今度は何。カードキャピタルはすでに私のもの。いつまでも強情張ってないで、すぐに明け渡しなさい。何のためにここへ来たの。命へと問う声。何のために明日へ行くの。今のイメージ声。この人、日々のエスカだ。初心者でも問題ない。強くなくても大丈夫。エスカが教えて。あっけ、目標1327点。全店募集中。品揃えも居心地も最高な大手カードショップ、エスカを展開する凄腕の女社長。ちなみに元グラビアアイドル。そんな人がなぜここに。返答なしか。実力行使なさい。かしこまりました。ん、邪魔だ。すいません。新藤みくるさん。誰。橘です。転校生の。ごめん、よく覚えてないや。そんな存在感ないかな、僕。それより何が起きてるんですか。兄貴、新右衛門くんどうなっちゃうのかな。俺に聞くな。新右衛門くんにもしものことがあったら、師匠である兄貴のせいだからね。確かに未熟右衛門じゃない、新右衛門は俺の弟子だけどな、ミクル。それはヴァンガードに限っての話で。来た。何。店内にいるのは私です。ちょんまげ、マーク君だったの。時間稼ぎは十分だったようですね。俺がまたたびの粉を使って街中の猫を集めた理由、お前にはわかるよな。何のこと。お前が大の猫嫌いってことはすっかり調査済みだ。ど
ジョブだったぜ、マーク。この考えなシエモン。ミクルちゃんか。誰が考えなシエモンだよ。俺が店長だはいいけど、先のこと何も考えてないでしょう。考えて動けなくなるくらいなら考えずに動く。動けばきっとなんとかなる。ああ、興味深い。兄貴、なんか言ってやって。もう。と仕事の時間だ。シエモン、適当に頑張れよ。あ、ライブ師匠。あ、まだいたのか。めいっ子の美咲が生まれたんだし、あなたも私に甘えてばかりはいられないわよ。俺はもう一人前だぜ。これからは俺が兄貴代わりになって面倒見てやるからな。美咲ちゃんがいつでも笑顔でいられるように頼りにしております、しんくん。来てたんだ。そう、起きたの、美咲ちゃん。お前そんなところに。どうしたのその子。かわいい。その傷。お、また無茶したんでしょ。あ、いや、その今日もキャピタルは守り抜いたよ。もうやめてもいいよ。何言ってんだよ。キャピタルは美咲ちゃんの父さんと母さんが残してくれた大切な。無理してない。してるもんか。無理なんて全然。そう、じゃあまた。美咲ちゃんがいつでも笑顔でいられるように。残り？日本史の小テスト全滅だったからさ。言ってくれればコーチしたのに。日本人のくせに日本史がダメだなんてお漬物なのです。お漬物？はあ、ソーリー、間違えました。お漬物ね、幼い頃の織田信長の呼び名です。織田信長も日本史は苦手だったのか。信長にしてみれば現代史ですけどね。先にキャピタルに行ってまおす。マーク、忘れ物。居残り頑張るのですよ。ありがとな。ごきげんよう、ミスターマークホワイティング。エスカヒビノ、本物のうつけ者の登場です。シエモンくん、
の？ミクルちゃん、師匠なら今日は来ないと思うぜ。兄貴を連れ戻しに来たわけじゃないの。この子に君を紹介してくれって頼まれたから。はじめまして、晴海中1年立花達也って言います。僕ん昨日の騒ぎ見てたんだって。昨日なんか騒ぎあったっけ。新田さんが日々のエスカを退散させた。ああそっか。けど新田さんってのは堅苦しいな。新右衛門でいいぜ。はい新右衛門さん、かっこよかったです。かっこよかった。かっこよかった。だろだろ、超かっこよかったろ。もっと言っていいんだぜ。はい。ああそうか、見られてたか。そりゃそうだよな、あんなことしたら注目浴びちゃうよな。でもさ、お前なかなか見る目あるな。むしろないんじゃないの。あんなに体も曲がるんだ、興味深いな。マーク、お待たせ。頭の中で飼ってるんですか。飼ってるというか、住み疲れたというか。しゃお前誰だ。それがしは忍者マスター。忍者マスター。マーク君じゃん。お前エスカの手先だな。え、マークをどこへやった。気づいてないの。知りたければそれがしに勝つでござる。そのカード、お前それマークのデッキだろ。しま人のデッキを奪うなんて最低なやつだな。僕もそう思います。お前だけは絶対に倒す。うわぁ、騙せた。よろしい、ならばこのファイト何かかけるでござる。例えばこの店とか。いい勘でござるな。それがしが勝利したら立てこもりはやめてもらうでござる。いいぜ、ヴァンガードファイトだ。キャピタルは俺たちの通う場所、俺たちの遊ぶ場所、そしてこの俺が守る場所。俺は新田新右衛門、心してかかって来い。何その工場、かっこいい。用意はいいか。スタンドアップ、ヴァンガードでござる。ライド、武闘のプロメテウス。ライドの術、ビルニン流残月でござる。さらに忍法コールの術、ビデオ黒ギャリー。黒霧のスキル発動でござる。忍法口寄せの術。なんだあれ。イビルデコイトークンでござる。イビルデコイトークン。加えてコールの術、ビデオ忍獣血がすみ黒霧。ギリザンゲツのスキル発動でござる。マイルでござる。うわ見ろ、俺のグレード3。眩しい闇、そこには全ての運命が記されている。我はそれを読む者。水産高天神ウラヌス、イマジナリーギフトフォース1。ウラヌスのスキル発動。スキルでイマジナリーギフトを手に入れた。行くぜ。ノートリガー、ドロートリガー。
読めた。貴様の運命。続け、姿勢のパルテノス。パルテノスのスキル発動。ゲット、イマジナリーギフト。ヴァンガードサークルに3枚も。でも、なぜ？忍法、うつせみの術。イビルデコイトークンは高列からでもインターセプトできるのでござる。マーク、お得意のやつか。お前、デッキを奪っただけじゃなく、プレイングまで。本気で気づいてない。ライドの術、イビル人流暁半蔵でござる。イマジナリーギフトプロテクト2。さらにみたいのデコイを退却させたことで、これぞ忍法神隠しの術。新右衛門さんのリアガードが手札に戻された。それだけではない。お主は手札から2枚を捨てねばならないでござる。なんだって。さらにコールの術、イデオ残月、口寄せの術。これで6体が並んだ。成敗でござる。うわ、これでダメージ5。血が済みのスキル発動。見えたでござる、勝利のイメージ。パワー4万9000のアタックだ。シリエモン君、負けちゃうの？ありがとな。今度はこっちの番だ。もう一度、高天神ウラヌスにライド。ゲット、イマジナリーギフト。え、4枚目。ウラヌスのスキル発動。ゲット、イマジナリーギフト。5枚目。何が起きてるんだ。サークルシフト。ウラヌスのイマジナリーギフトが5枚になったとき、ヴァンガードの後ろのリアガードサークルは聖域となる。そして聖域に立つのは、イメージを塗り替えろ。大いなる星読みの守護神、絶海巨神ヴァルケリオン。なんだって どうしたの。あのカード、グレード5でパワー7万。驚くのはまだ早いぜ。聖域のユニットは後列からでもアタックできる。ヴァルケリオンのスキル発動。山札の上から5枚を見て、このカードのグレードがドライブチェックの数になる。グレード3ってことはトリプルドライブ。ヴァルケリオンゾディアックブレーザー、トリプルドライブ。ファーストチェック、クリティカルトリガー。セカンドチェック、サードチェック、ダブルクリティカル。ダメージ6。
マーク？どうしてお前が。新右衛門くんに愛想つかしてエスカに寝返ったのよ。ノー、違います。エスカに頼まれた。このまま立てこもらせておくと新右衛門の成績に響くからと言われました。確かにエスカの言う通りね。でもお二人の友情が利用されたってことですよね。俺たちの友情なんて女だ、日々のエスカ。マーク、わかった。今回の件水に流すぜ。おお、ワラスルーですね。ずいぶんな言われようね。俺はキャピタルを守り抜く店長として。何が店長よ、子供のくせに。ここに住んでるんですか。ああ、エスカに渡さないためにな。学校以外はほぼこれなの。呆れちゃうでしょ。興味深い。この写真は。いいじゃねえか、気にすんな。ああ、はい。晩飯食ってっか。お金ないのに何言ってんのよ。おお、最高峰のジャパニーズフードですね。ああ、喜んで。店内で見たけは禁止、いつも言ってるでしょ。いいじゃねえか、今日ぐらい。店長の俺がいいって言ってんだ。店長？どこにいますか、そんな人が。俺が店長だ。30秒でわかるカード紹介コーナー。今日紹介するカードは新田新右衛門の切り札、絶海巨神バルケリオン。グレード5、パワー70,000、最強クラスのユニットだ。さらにスキルでドライブチェックを獲得できるぞ。特殊なサークル聖域にしかコールできないから、聖域を展開できるユニット高天神ウラヌスと一緒にデッキを組もう。このカードで君もライドザ・ヴァンガード。忍者マスターになると口調が変わるんだね。おお、変わってましたか、ミクルさん。兜をかぶった。それがし忍者マスターでござる。脱いだ。私マークホワイティングで。本当だ、変わってます。わかったぜ、この兜には志半ばで亡くなった忍者の怨念が宿ってるんだ。おお、そうだったのですね。そんな不気味な兜どこで手に入れたの。コスプレ用にハンドメイドしました。適当なこと言うな、下かえもん。